セブン&アイグループのデニーズから、お食事代が 5% オフのデニーズカード、新デザイン登場。ギフトにも最適です。正午です。お待たせをいたしました。日曜日お昼12時を回りました。本物の春の暖かさと真冬の寒さが交錯したお彼岸も今日でおしまい。彼岸入りの彼岸太郎入り彼岸に対して今日は姉妹彼岸、彼岸払いなどと呼ばれる日でございますね。お天気に恵まれてお墓参りにお出かけの方も多いことと思いますが、毎年彼岸が来るたびに思い出す昔話で恐縮なんですけれども、戦争中砂糖がどうしても手に入らなかった時期がございまして、やむを得ず私の母は砂糖の代わりに塩を使ってぼた餅を作りました。昭和18年の春でしたね。塩味のぼた餅って想像できます？え、おいしいわけがないじゃありませんか。ただでさえ甘いものに飢えていた子供時代です。でもまずいなんて言うと贅沢言うんじゃないって叱られる。その塩味のぼた餅がご飯の代わりなんてこともありまして、もう仕方なく半べそかきながら食べたものでございました。おぞましい時代の思い出でございます。それでは今日もひとときのリラックスタイムをご一緒にお過ごしください。 MDU バックグラウンドミュージック、今日お聴きいただきます曲は花、春が来た、花の町、素敵な恋心、潮風のマリー、噂の男、 And I love you so, my love、雨に濡れてもラックカラーじゃ、そよ風の誘惑、9時から5時までオブラディオブラダ、煙が目にしみる、ジェラシー。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
1972年の今日3月23日、ロックミュージシャンによるチャリティーコンサートの走りとも言うべきバングラディッシュ難民救済コンサートを記録した映画ザ・コンサート・フォー・バングラディッシュが公開されて深い感動を呼びました。発端は1971年3月26日、当時は東パキスタンと呼ばれていたバングラディッシュの独立に絡んで内戦が勃発、1000万人以上の難民が飢えに苦しむこととなりました。シタールの名手ラビ・シャンカールから助けてほしいと打ち明けられたのが元ビートルズのジョージ・ハリソン。彼が音楽仲間に呼びかけ、ボブ・ディラン、エリック・クラプトンなどスーパースターが相次いで参集して、その年の8月1日ニューヨークマディソンスクエアガーデンで昼夜2回のコンサートが開かれました。僕らは何かをしなくちゃ、スコーよバングラデシュとストレートに歌うジョージの姿に観客は拍手を送り続けました。映画もレコードも大ヒットとなったこの伝説の名コンサート、ジョージ・ハリソンの名とともにこれからも長く語り継がれていくことでしょう。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
Thank you.
朝げとか夕げと名付けられた即席味噌汁と同じように、食べたり飲んだりする時間帯を指定した食品が増えています。夜9時からのご飯、21時過ぎても食べたい人へ、などをコンセプトにしたカレーやスープがそれで、特徴は野菜が多く濃厚な味なのに低カロリー。ダイエットを気にする女性に大好評でございましてね、他にも朝、昼、夕方、夜、それぞれの時間帯に合わせてカロリー計算されたヨーグルトなども人気だそうでございます。MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時刻は12時22分です。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。お出かけ日和の日曜日の午後ですが、事故がとても多くなっています。気をつけて運転なさってください。首都高速道路は3号線の上り谷町ジャンクションの手前でバスなど車3台の事故です。用賀から10キロの渋滞、通過は1時間5分かかっています。羽田線の上り芝浦でも乗用車3台の事故のため4キロ半混んでいて40分。さらに湾岸線千葉方面に向かう東行きの葛西ではトラックを含む車5台の事故が先ほど発生しました。渋滞は今のところ1キロです。東名高速道路の下りは厚木で2キロ、横浜横須賀道路の下りは別所で2キロ、千葉県の京葉道路の下りは穴川で1キロ渋滞しています。次の TBS ラジオ交通情報は12時58分ごろお伝えします。今日は日中いっぱいこのまま晴れが続きまして、夕方以降は雲が多くなりますけれども、天気の崩れはありません。明日は朝から雨、昼頃まで関東南部を中心に強く降るところもありそうということでございます。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は和歌山源三です。
昨年初登場したレーションという言葉、軍隊の携帯食料のことなんですが、今年は全く同じものがミリ飯と呼ばれて注目されています。ミリ飯、ミリはミリタリー、すなわち軍隊の飯ですね。世界各国の軍隊の携帯食料を特集した本が火付け役なんですが、こういう軍隊食を食べることのできる店が最近テレビでよく紹介されておりまして、栄養と食べやすさを優先というレシピが若い女性や主婦に人気らしいんですが、でもそんなこと別に軍隊食に学ばなくたってと思うんですがね。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。I just want you to stay.
今年のアカデミー賞は数十年ぶりの候補や受賞者が話題になりましたが、昨年助演男優賞を受賞したアラン・アーキンはなんと前回のノミネートから38年ぶりという快挙でありました。彼はもともと俳優志望だったんですが、学生時代のうちに伝説のあるフォークシンガーピート・シーガーとフォークグループを結成で、こちらの人気が出てしまったためにやっと俳優に転向したのは25歳の時。地方の劇場からのスタートだったんですが、すぐに芽が出て29歳でトニー賞を受賞。3年後の映画デビュー作アメリカ上陸作戦でいきなりアカデミー助演賞候補となりました。以後一作ごとに役柄を変える器用さで、1968年愛すれど心寂しくで主演賞候補。その後も俳優業の傍ら舞台の演出、映画監督、写真家、作家、フォーク歌手でも成功。そして昨年リトルミスサンシャインの愛すべきおじいちゃん役で見事アカデミー助演男優賞を受賞いたしました。器用貧乏の名を返上して今度の水曜日26日に74歳になります。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
地よい音楽の流れは時の経つのを忘れさせてくれます。今日は花、春が来た、花の町、素敵な恋心、潮風のマリー、噂の男、 And I love you so, my love、 雨に濡れても、ラックカラーチャ、そよ風の誘惑、9時から5時までオブラディオブラダ、煙が目にしみる、ジェラシー。以上、大枝誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。引き続きサンデープレゼントのお知らせがございます。ではサンデープレゼント、まず当選発表です。新潟県小千谷市、新潟名城株式会社からお届けする日本酒、今期から当時を務めることになった細川忠清が心を込めて醸した腰の寒中梅大吟醸、1000通を超えるご応募の中から埼玉県埼玉市の佐々木和夫さん、葛飾区の伊沢正隆さん、品川区の新田由美子さん、神奈川県相模原市の木原千恵子さん、小平市の阿部博次さん、千葉県船橋市の木戸恵美さん、神奈川県横浜市の斉藤純一さん、練馬区の山口秀代さん、埼玉県埼玉市の関根和夫さん、板橋区の宮本文子さん、以上10名の皆様ご当選です。おめでとうございます。新潟名城の蔵を預かった新しい当時の作品、どうぞお楽しみください。それでは今週のプレゼントのお知らせに参ります。今週はですね、本当に久しぶりにハトバスツアーへのご招待でございます。設立以来半世紀以上にわたって便利で楽しいバスツアーを提供してまいりましたハトバス、今や東京観光の代名詞です。定番の神社仏閣や日本庭園、また新しい話題のスポット訪問に和食体験やショッピング、クルージング、話題のショーなどといったお楽しみを組み合わせた多彩なコースの数々で、東京や横浜の魅力を存分にご堪能いただいております。さらにハトバスは東京近郊だけではなく、伊豆などの温泉地や那須など観光地への日帰りや一泊バス観光、そしてこれからの季節、桜の名所巡りなど、春を満喫できるコースも豊富にご用意しております。他にもハトバスのナイトコースで一味違った歓送迎会や同窓会など、楽しみ方は無限大です。これからもどんどん新しい趣向を凝らしたコースが追加されていくハトバス、あなた好みの旅がきっと見つかります。そんな中から今回は女性に特に人気の高いハトバスおすすめのコース、老舗牛鍋とニューハーフショーの無料乗車券をペアで3組の方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号を書きになって、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼントハトバスの係へお申し込みください。27日木曜日の到着分まで有効、当選発表は来週日曜日のこの時間に行います。板橋区の石井由紀子さんからのおはがきです。石井さんはお仕事デザイナーですか。日曜日のお昼、さっとランチを済ませて仕事をしながら聞いています。いつもいろいろなものをデザインして作っていますが、今は待ち針をたくさん使って少々大きなものを作りかけていて、指が針の傷だらけ、イライラしてしまいがちのところを、ゆったりした番組で少しゆとりを取り戻せました。もし新潟のお酒が当たったら、日本酒好きの息子が帰宅した時に家族みんなで乾杯したいと思いますというんですが、石井さんは残念でした。ごめんなさいね。またご応募なさってください。素敵な作品ができますように。宇都宮市の田村富夫さんからメールでいただきました。庭の南高梅が満開になり、爽やかな香りを漂わせています。日曜日の安らぎをイヤホンで聞きながら、今日は畑を起こしています。来週は種まきかな。花粉がなければもっといいのですが、来週も安らぎの音楽をよろしくお願いします。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。埼玉県越谷市の近藤一子さんから、これもメールです。パートと重なって最初のところが聞けない日は、携帯ラジオを自転車のハンドルに挟んで聞きながら帰ってきます。うちに着くと大きな音で3個のラジオをつけまくります。いや、嬉しいですね。つけまくりますか。ありがとうございます。
さていよいよ桜の季節でございまして、昨日の東京に続いて今日横浜で開花宣言が出たようですね。赤坂の街に新しく生まれた桜の名所赤坂サカスの周辺、今日もたくさんの方が訪れていらっしゃいます。気温ももう17度を超えまして、いいお花見日和でございます。来週は30日ですね。3月も終わってしまいます。ではどちら様もお元気で、どうぞ良い1週間をお過ごしくださいますように。それでは日曜日のお昼にまたお会いしましょう。和歌山源三でした。ごきげんよう。TBS ハウジングモデルハウス最前線、今日は草加会場パナホームの森康則さんにおいでいただきました。パナホームの森です。私どもはご家族皆様にパナホームで建ててよかったと10年先20年先に言っていただけるような住まいづくりを心がけています。収納や家事の動線などを重視し、それぞれのお客様に合わせた暮らしのご提案をしております。ぜひご一緒にお客様にとっての理想の住まいを作り上げましょう。森さんがいらっしゃる草加会場は旧4号線沿いの瀬崎町です。時刻は12時58分になりました。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。首都高速道路は3号線の上り谷町ジャンクションの手前でバスなど車3台の事故処理中です。駒沢から9キロの渋滞、通過には1時間15分かかっています。影響で下り線も谷町を先頭に都心環状線の外回りは浜崎橋から、内回りも竹橋からつながっています。羽田線の上り芝浦での事故の処理は終わりましたが、4キロの渋滞。湾岸線千葉方面に向かう東行きの葛西では車5台の事故処理中のため3キロ渋滞しています。千葉県の京葉道路の上りは穴川で2キロ半、真鶴道路の上りは石橋で10キロ混んでいます。次の TBS ラジオ交通情報は1時28分ごろお伝えします。ドコモからお知らせです。4までファミアリーマックス50にご加入なら、家族への国内通話が24時間無料。これでもう通話料を気にせず話せます。妻と気軽に話せます。娘と無料で話せます。開始は4月1日、エイプリルフールですが本当です。詳しくはドコモまで。ビッグカメラ新生活応援します。家電5点セットがズバリ49,800円、指定商品スピード配送受けたまわります。954kHz TBS ラジオ。セブン&アイグループのイトーヨーカドーから全国どこへでもお届け、イトーヨーカドーのネット通販営業中。詳しくはサイトへ。一時です。